八枚羽風車を色紙2枚で作ってみました。まず色紙の裏側に斜めに線を引きます。折り目をつけても構いません。真ん中から2センチほどのところに印を入れます。印と印を結んで1センチほど線を描きます。色紙を2枚重ねてずれないように気をつけながら切っていきます。印のところまで来たら横に切ります。1枚を裏返してこのように重ねます。切り込みを入れた方の羽を持ち上げて切り込みと切り込みを入れ合わせます。まっすぐにしてセロテープで留めましょう。真ん中のところに輪っかにしたセロテープを貼ります。そしてこの角を真ん中に合わせて貼り付けていきます。裏はこんな風になっています。風車の形が出来上がりました。今度はビーズを作ります。アルミホイルをできるだけ固く丸く丸めます。適当な大きさのビーズがあるときはそれを使ってください。ギュッと押したら真ん中に目打ちで大きめの穴を開けます。これを2個作ります。風車の真ん中にも大きめに穴を開けます。割り箸を1本と足の長い押しピンか待ち針を用意してください。押しピンにビーズ、風車、ビーズと通したら割り箸に突き刺します。これで完成です。これはホログラム折り紙で作りました。ビーズや割り箸は使わず飾りとして使っています。先ほど作った風車に風を当ててみましょう。風のある日に外に出るとくるくるとよく回ります。いろんな色や大きさで作って遊んでみてください。